皆さんこんにちは。今日の動画は私の夕方から夜までを撮影してみました。東京に引っ越してきてから週に3回マンション内のジムで体を動かしています。このジムは会費制ではなくて無料なんですけど、使っている方が意外と少なくて人と会うこともほとんどないです。時間帯によるのかもしれませんが、今私が来ている時間帯はほぼ貸し切り状態です。いろんなマシンを置いてくれているんですけど、私は主にこのランニングマシンでまず30分走ります。このランニングマシンにテレビがついているので、それを見ながら走っています。はい、30分走り終えたので隣の部屋に移動します。ここはバランスボールやヨガマット、筋膜ローラーなんかを置いてくれているので、これをほぐしてから帰ります。さらにこの隣の部屋にマッサージチェアも置いてくれているので、それで体をほぐすこともあります。はい、お風呂はセットしておいて、帰宅したらすぐ汗を流します。そしてご紹介がすっかり遅くなってしまったのですが、同じ事務所のエスポワールトライブさんプロデュースのシャンプートリートメントをプレゼントしていただきました。こちらはエグジーというヘアケアブランドで、製品の特徴としてはダメージ補修しながら健康的で指通りの良いサラサラ髪に導いてくれます。シャンプーはノンシリコンで泡立ちもいいですし、爽やかな洗い上がりです。トリートメントの方は紫外線、ヘアカラー、乾燥、熱、摩擦の5つによるダメージをケアしてくれるそうです。ホワイトムスクの香りで男女ともに気に入っていただけると思います。ご提供ありがとうございました。お風呂上がりは乾燥する前にすぐボディクリームを塗ります。でも私は体全体に塗っているわけではなくて、腕と足のみです。この日はポーラ BA のシートマスクにしました。クリスマスコフレに入っていたものです。BA ローションをたっぷり染み込ませたシートマスクで香りもとっても良かったです。そしてなんとこれ耳まで隠れるシートマスクでした。夫が帰宅したので一緒に夜ご飯を食べます。この日はお刺身、肉じゃが、しじみの味噌汁です。こちらもいただき物ですが、伊勢醤油をまずはそのまま使ってみたくてお刺身にしました。我が家は夜ご飯は魚料理にすることが多いんですが、お刺身を買うこともあります。あとは焼き魚や煮魚ですね。リクエストもいただいているので、また3日間の夜ご飯なんかも動画にしたいと思っています。調べてみると伊勢醤油はたまりのようなまろやかで深い旨味と華やかな濃い口の香りを併せ持っているいいとこ取りのお醤油だそうです。色味が深くて独特なコクと旨味がありました。いろんなお料理の味付けに使うのも楽しみです。ありがとうございました。はい、食後のお茶紹介です。こちらもいただき物なんですが、チャーガ茶という健康茶です。チャーガというのは幻のキノコらしいです。ロシアでは医薬品として認められていて、特にがんに効くと書かれています。あとは糖尿病にも有効らしいです。はい、色はこんな感じです。キノコということで漢方薬のような香りを連想していたのですが、無味無臭に近かったです。近いお茶で言えばプーアル茶のような味わいです。あくまでも食品なので病気を治療したりというものではないと思いますが、気になった方は調べて飲んでみてください。そして今年も私の実家からみかんが1箱届きました。どれを食べてもものすごく甘かったです。で、この時息子は塾だったので、夫と2人の時間をゆっくり過ごしました。こちらはバディさんからの旅行のお土産で上皮餅です。
上品なお餅ということで上品餅の名がついたらしいです。私初めて見るお菓子で、これオブラートなのかなと思って触っているところです。でこちら風味豊かな黒糖餅で本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、今日の動画は駆け足でいろいろといただいたものをご紹介したのですが、どれも大切な方からの贈り物でした。プレゼントしてくださった皆様、本当にありがとうございました。そして年内はまだまだ動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。